梅雨対策を聞かせていきたいと思います。アビラックスのバイクブーツの振りなつけて綺麗にして、それから防水スプレー KY スター。アミレックスのブーツ意外と汚れてたんですよ。やっぱりシフトチェンジしますんで、そこのガードのところですね、横とかですね、こんな感じです。はい、メンテナンスしたいと思います。いやいや、紐とか取らないですね。ブラッシングしていきます。次はクリーナー、汚れてますね。やっぱりね、まあまあ汚れてますね。次はシュークリーム、この皮に栄養分を与えていきますね。皮にもちゃんと栄養がね。はい、シュークリーム塗り終えました。見てもらったら分かると思うんですけど、色がやっぱり違いますよね。こっちは乾燥してるって感じですね。やっぱりこっちは潤いが今入りました。全体的にブラッシングしました。クロスで磨いていきます。ツヤよ出ろ。よし、このままだろう。どうでしょうか、ツヤってますか。だいぶ綺麗になって、このツヤも出た感じですね。こっちがやわらかく乾燥してる。乾燥肌ですね。ツヤがありません。なんか元気ない感じですね。あ、こっちも。眠いでしょ。どうでしょう、ツヤってますか。じゃあ防水スプレーかけましょうか。外行ってきます。はい。防水スプレーかけてきました。アビレックスの防水スプレーです。これかけてると汚れ防止にもなるんで。はい。じゃあこれ今、靴紐つけたんですけども、これちょっと違う結び方しました。はしご結びっていう結び方ですね。ちょっと雰囲気も変えるために。で最後ね、肩結びしてますんで、これ以上緩まることはないです。反対側も結び目があったらステップとかにね引っかかる可能性とかあるんで、なるべく輪っかとか作らない。まあなんかします。はい、それでは今回ですね、アビレックスのブーツ、防水するだけじゃなくて、クリーナーかけて、栄養も与えて、磨いて、ツヤ出しした状態です。これまた防水スプレーもしてますんで、革なんでちゃんと栄養を与えて磨いてやると、ツヤツヤするんで、せっかく買ったんでね、大事にしていけたらと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。KY スタイルでした。またねー。